皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日はですね、皆さんにやっとお知らせできるというか、やっと会える企画を考えました。7月1日、7月2日のその2日間でリアルイベント、リアル自主開催イベントを行いたいと思います。やったー。はい、会いに行くアイドルということを YouTube 始めた頃からやっていたんですが、まあ、コロナもあったり、呼んでくださいねなんて言いながらも、まだまだ呼んでもらえるような器ではなく、会える機会っていうのがなかったんですけど、やっぱり皆さんとお会いしたいな、皆さんとお話ししたいなということで、今回自分でもうイベント組んじゃえっていうことでやります。はい、早速なんですが、7月1日は、講演会を行います。東京渋谷区で、初めての自主開催講演会を行います。光へのすぐ隣にあるレンタルスペースを借りて行うんですけども、詳細はちゃんとここに出てると思うんですが、定員は40名で行います。ちょっと仕切りました。そんなに大きい会場でやっても集まらないと思ってるので、まずは40名の方が集まってくれたらいいな、まあ、それも埋まるかななんていうような感じですが、まず40名先着になります。もし大幅に応募があった場合は、そこの同じビルで大きい会場が確かあったと思うので、そこを取れればもしかしたら会場を大きくして入れるかもしれないんですが、まあ基本的にはまず40名でやりたいと思ってます。で、自主開催なので、参加費を皆さんからいただきたいです。はい、で基本的に公式 LINE から申し込みフォームに飛んでいただくようにするんですけども、今回は PTX というアプリを使って、チケット購入もできたり、または銀行振込の対応もしますけども、基本的にはその PTX から講演会に申し込みしていただきたいなと思います。それも全部公式 LINE から申し込みフォームに飛べるようにしますので、申し込みしていただきたいです。で、今回の講演会なんですけど、株式会社テレンスさんからのご協力をいただきまして、車椅子の方向けのクッションの大事さとか、あとクッションについてのもし悩みとかがあるのであれば、そのテレンスさんに対して相談できるブースというのを作って、その時間っていうのも作ってますので、そこで実際にクッションを体験してみたりね、なんかそういうので、なんかいい出会いを、車椅子のクッションをこう考え直す機会を皆さんにその与えることができたらなと思っています。まずは先着順となります。この動画の配信とともに応募できるように、申し込みできるようになっておりますので、皆さんすぐ申し込みしていただけたら嬉しいです。で、事前払い制ですけど、もし仮にキャンセル行けなくなりましたとなっても申し訳ないですが、そのキャンセル料で払い戻しというのができないので、そこはご了承いただきたいです。すいません。はい、で、次7月2日、これは結構な大きいイベントになるんですが、恋のハンディートークというタイトルのイベントになります。で、こちらは女性限定イベントとなっております。まあ、私がずっとやりたかったことだったんですけど、女性の恋愛トークというのをやりたいな。番組的に言うと恋のから騒ぎであったり、上田と女が吠える夜とか、なんかそういう感じの、もう女性陣がわーっていて、恋愛とか男性に対してのなんだあれみたいなのを言いながら、一人の男性が突っ込むみたいな、なんかそういうトークショーをすごくやりたかったんですよね。で、今回それも一緒に開催したいなっていうことで、恋のハンディートークっていうイベント名を私自身がこうハンデとなんかこうもじった感じでというイベントを開催します。で、公開 YouTube の公開収録を行いますので、編集されたものが後々 YouTube では公開はされるんですけど、公開されない部分もあって、で、そこは限定定員数30名、女性だけですね、30名となっております。
私だけが話すんじゃなくて、私以外4人の方々をお招きします。一人はバリバラでおなじみのあずみんさんで、元 NHK リポーターの脳性麻痺の千葉えりなちゃん、私の YouTube の対談も出ていただいたことがある愛知県在住の四肢欠損でママの佐野亜美さんが、女性陣で、あとプラス私ですね。で、あとじゃあそのさんまさんのポジション、上田さんのポジション、誰がいいかなってすごい悩んだんですが、やっぱりもう今はこの人にしかお願いできないなっていうことで、おなじみ石塚誠さんにさんまさんの大役をやっていただく感じになります。石塚さんだったらいろんな本当に障害の方々と触れ合って、なんか女子の中に一人男子が混ざることになるけど、それでも平気そうだなっていうので今回お願いをしました。事前に皆さんから今後恋愛の悩みとかそういうのを募集して、それをテーマにしてわちゃわちゃがやがや面白いトークを繰り広げていきたいと思います。このイベント、もう一つ YouTube には載らない第2部というものがあって、それが性事情のお話をしていこうと思います。で、株式会社テンガさんからご協力をいただき、イロハという女性用のフェムケア商品があるんですね。で、それを実際に会場にいくつか持ってきていただいて、どういう風に使うのかとか、あとどんな感じの触り心地なのかっていうのを会場にいる皆さんにも触っていただいて、今だと百貨店にこう展示されて出たりもするんですけど、それでもやっぱ恥ずかしいし、触れ合う機会ってなかなかないと思うんです。かといってインターネットでネット注文して何これってなるのもやっぱ嫌ですし、まずは皆さんに知ってもらう、体験してもらう、そういう場を私自身も作りたいなと思って、それはその会場に来てくださった方だけしかできない体験になります。で、その性の悩みっていうのも、第2部は私とイロハの担当の方との2人でのお話になります。で、その中でまた、匿名で話題を皆さんから募集して、そのお話をしていこうかなというふうに思いますし、私自身もなかなか YouTube では言える限界というのがあるので、私の中でいろいろ経験してきたことを第2部の中でお話しできたらなというふうに思っています。女性限定だからこそこうワイワイガヤガヤお話できたらいいなと思ってます。で、こちらも入場料というか、事前払い制ということで3000円を お支払いいただく形になっております。で、こちらの申し込みも公式 LINE を通してのお申し込みとなりますので、参加お待ちしております。7月1日の講演会はお手洗い問題としては車椅子用のお手洗いがないので、すぐ渋谷駅とか光栄があるということもあって、その講演会の間その2時間はちょっとおトイレ行かなくてもいいような感じにしていただければ嬉しいです。7月2日の恋がハンディートークの方ですが、そちらは会場が、四ツ谷駅すぐ近くの四ツ谷タワーのところで行います。そこは結構ちゃんとしっかりとした会場を抑えましたので、女子トイレも男子トイレも多目的トイレもあるところになっておりますので、そこはご心配なく。そんな感じで自分自身でこう開催するには大変なんですが、それでも年1回必ずやっていけるようなイベントであってほしい、あってほしいなっていうか、そうなればいいなって。今回のゲストの方だけじゃない方々も呼びながらワイワイできたらなと思うので、まずは申し込み今日から今からできますので、先着順になってしまいますので、急いで申し込みをしていただけたら嬉しいですし、皆さんと直接お会いしてお話しできる時間を楽しみにしております。また随時 SNS、 インスタ、ツイッターで情報を提供していきます。わからないことがあればまたその SNS を通して質問していただければと思います。はい、では皆さん待ってるよー。